またたそこを守らせた神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。 私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう先週の火曜日から佐藤明先生を福島県からお招きできたことを本当に感謝しております佐藤先生は福島第一聖書バフテスト教会の牧師を約30年間しておられますけれども2年前の東日本大震災を通して 先生、また、教会の方々、大変な経験をされました。しかし、その中にある神様の恵みと希望を語っておられ、全国の教会、あるいは、このような海外の日本人教会にまで、報酬してくださっております。Uh, pastor Sato has been a pastor of the、uh, Fukushima First Bible Baptist Church for almost 30 years, And, but as you know,、uh, two years ago, Uh, there was a, a huge disaster happened in japan in that area uh, ever since then even though during a time of difficulties uh, there are many god's blessings and grace uh, uh, over the church and his life and now that pastor sato has been uh, traveling uh, at the same time he's pastor in the church but traveling and many places in japan as well as in overseas and uh, this time we are very honored to have uh, pastor sato to our church

昨日の夕食の時に福作先生が言いました。Like、今日は日曜日が終わったような感じだ。Well, today, もし日曜日が終わったなら私は明日のお説教がないと思いました。<laughs> over, tomorrow, そして。 今朝9時20分にホテルに迎えが来ました。Uh, 私が目を覚ましたのは9時20分でした。今日が日曜日だったことを思い出しました。私今日は、今日は、今は、今日日日 震災のためにお祈りくださって感謝します。昨日来てない人もいるそうなので、3分間のビデオをご覧ください。震災の様子が映ります。

映画のような2年間でした。これは歴史です。アメリカ人宣教師が作りました。日本人の牧師も頑張りました。私も30年くらいいました。30年くらいいました。 いろんな建物を作りました。伝道書も作りました。新しいチャペルもありました。しかし、震災で消えました。Disaster, ここに写っている人は全国に散ってしまいました。 教会が消えるということを知りませんでした。これは地震の2時間前です。人々は山の上に連れて行かれました。教会の近くは潰れました。津波の高さは1 5ートルでした。 60名の教会の人は一緒に逃げました。4人の教会員が亡くなりました。缶詰を食べ続けました。東京に移動しました。4人の葬式が始まりました。だけど、9人が洗礼を受けました。 私たちは悲しいのか嬉しいのか知りませんでした。1年前、アパートを建てました。病気の人や年を取った人が住んでいます。 そして新しいチャペルを建てることを決めました。1ヶ月前に翼の形をした教会が完成しました。今日のお話の題は人間の原点です。に Later, 私たちは許可証を取らないで家に帰ると罰金が取られます。放射能の防護服を着て手袋を何枚もはめて汗だくになりながらやっと帰れます。 1日で7万人が消えたんです。家の中には動物が入ったり、ネズミが走り回ったりしています。不思議な風景を見ました。This was such a strange 豚や牛が 私は今日の聖書の歌詞を思い出しました。神様はエデンの園を作ったが、人間をそこから追い出された記録です。新しい教会堂に牛が18頭いました。 皆さん、牛のために教会堂を建てたんじゃないんです。牛たちが私たちを見つめました。The cows were at us. 何しに人間は帰ってきたんだ人間は何回でもこの星を滅ぼそうとする。The human 今、福島は有名です。ロシアのチェルノブイリのように見られます。だから神様のメッセージだって思ったんです。世界中の人よ、快適な生活を求めて不幸になっているんじゃないか自分の願いを達成するために、 何でもやっていいという話はないよ。急ブレーキはどうした急ハンドルはどうした you just stop what, what you doing? 原点に帰りなさいって。昔、アダムとエヴァは神を捨てました。神を捨てたらみんな。 自分が中心です。エゴとエゴはぶつかって夫婦の中がおかしくなりました。Centered, and they started have some troubles. 生まれた長男の長男は次男を殺しました。こんな醜い生き物はこんな綺麗なエデンの園に。 God told them that these、uh, sinful human beings are not allowed to live in the garden of Eden, so they had to go out. Our hometown started to have some、uh, flowers and many animals. いい However, there is no humans. 人間の原点の第1番目は15節の聖書の箇所です。英語でも日本語でもご一緒に読みましょう。神である主は人を取り入れます。と、私たちはエデンのそのです。エデンの園です どんなに綺麗だったでしょう How beautiful it was. 自然は神様の愛を表しています。ある牧師さんは魚を水槽の中で飼っていました。かわいいなーって毎日世話をしていました。Oh, the fish is so、cute and 水を取り替えて餌をあげていたんです。He changed the water and the, The fish the food. でも多分魚はその事実を知りません。水のない世界があることを知りません。見つめられていることを知りません。そこが日本であることを知りません。人間もそうじゃないかって私は思いました。 太陽が昇って沈むのは当たり前。きれいな空気は人間の権利。しかし、本当は神様が私たちを見つめています。私はあなたを愛しているとメッセージを語り続けています。しかし、今回の震災では 自然が荒れました。However, was, was 私はイエス様を思い出しました。ガリラヤ湖という湖が荒れた。いまた。時に黙りなさい静しました。さいと命令しはいました。Rough, 悲イエスしんしいる人ました。るなと語りました。はイエス様をいしました。イエスい出ししをました。イエスいしましいました。イエスをはしいをました。 私はあのイエス様に日本に来てもらいたいと思いました。Right、あの海に向かって二度と来るなと命令してくださいと言いたかった。そしてこんなにも震えている私たちに恐れるなって触ってほしかったんです。今ほど世界が イエス様を必要としている時はないと思いました。Right now, right、しかし、旧約聖書の時代、ヨナという人は嵐の中、魚に飲まれたことが書いてあります。 嵐の中で神様に出会いました。Storm, 私は牧師ですが、私の教会員はもう神を信じないと考えました。 3日間何も食べていない、雪が降っても毛布がない、厳しい状況でした。神は私たちを憎んでいると言って普通だと思いました。しかし、教会の人は津波に流されながら、食べるものがない中で、私は神に救われたと言いました。 神を感じたことはないと言いました。荒れる大自然の中で神に出会ったんです。 どんな進学校よりも素晴らしい進学校でした。生きるか死ぬかの中で神に出会ったんです。じゃあ、2番目の原点は何でしょう今の15節のところに、耕しなさい、守りなさいと書いてありました。 すべての人には仕事があり、使命があります。私たちはは誰も自分で生生生きてててていいいままませんかかされています生かされれすすするべのの人には使命があり神様の期待があありり神様期待 あるおばあさんが言いました膝が痛くなって、家族の皿洗いができなくて、悲しかった日がある。One old lady, uh, 神に祈ったら、膝を強くしていただいて、孫の分まで皿洗いができた、嬉しかった。どんな人にも使命があり、なすべきことがあります。家族のお父さんとして、お母さんとして、地域の中で、教会の中で。 私の使命は何でしょう教会が閉鎖になりました。無収入になりました。教会は潰れたと思いました。最後に具合の悪い人を救出に行こうと決めました。 原発が爆発する中、福島県に徹夜で運転して向かいました。娘からメールが来ました。私は朝から晩まで泣いています。気をつけて福島県に行ってください。だけど、お父さんが原発に一番近い教会の牧師であるのは、 この震災の時のためだって私は思うよというメールでした。But since you 私も家内も泣きました。そして決めました。Then <we> decided. 自分の人生は自分で決めるということを決めました。 私はこの時のために生まれてきた私の誕生日は震災が起こった3月11日ですこれは偶然ですか神様のおぼししですかどうしてこんな目にあったんだどうしてめちゃくちゃな人生になったんだとは二度と言わないと決めました 17名を助けに行ったら70名近くが集まっていました。People, 食べるものがない、お金がない、ガソリンがない。どうやって導くんですか 私はみるみる体重が減り、3日で9キロ痩せました。ご心配いりません。その後、いろんなところに招かれて、おいしいものをたくさん食べました。 元の体重プラス2キロぐらいになったんです。今はダイエットに苦しんでいます。これ以上おいしいものを与えないでください。しかし当時は4時間以上眠れませんでした。2時間先は考えられませんでした。生きるか死ぬかでした。 まさか現代の日本で餓死して死ぬとは考えたことがなかったんです。毎日が映画のようでした。しかし、1年後に教会を知っている人が私に電話をくれました。突然、故郷が閉鎖になり、みんな家を追われて、よく旅をしましたね。 逃げ歩きながら葬式を行いながら洗礼式を行いましたね。そして1年後にアパートを建て、2年後に別の教会堂を作るって普通じゃないと思いますよ。 絶対普通じゃないと言って電話の向こうでわーと泣きました。私も泣きました。I as well. そして神様も十分ですと言いました。もし神様が天から私たちを見下ろしてよく頑張ったじゃない。 一言言ってくださるなら何の悔いもないと思いました。一生分生きてきたような気がしました。何という悲しみとともに充実感でしょうか。

国会議員の前でお話をしたりもしました。I have to a diet. 本当に不思議な人生になりました。My life so、and みんな使命があるんです。 じゃあ、3番目の原点は何ですか ?16% のはですはご一緒に読みましょう。はい、神である詩は1にです。たは皆さん、自由です。どれぐらいの木の実があったか知りません。 食べてもいいし食べなくてもいいんです。一、uh, 日4回食べてもいいし、2回食べてもいいんです。一人占めでもいいし、料理を発明した他の人に食べさせてもいいんです。喜んで生きるんだって。 私たちは震災で本当に喜んで生きているだろうかって問われました。家をなくすって本当に悲しいです。食べるものがないって本当にきついです。だから、5日後に。 教会ででかいいものを出してくれたたみんんな泣いたんです。Five days after the disaster, when we received and ate the、uh, warm food, and we all cried.We ダンボールにに寝寝ててて腰がが痛いといいいいとうよりりも、布団に寝かせたたただいてありがたいな、すす。ごく感動したんです we slept、uh, under the、uh, cardboard and for, for many days. and 5日目にシャワーを浴びて本当に幸せでした。5日目にシャワーを浴びて本当に幸せでした,ことあったかっ。5日目にシャワーを浴びて布団に,横になるだけで幸せでした,ことあったかっ。5 e 目にシャワーを浴びて本当に幸せでした。 いつも何か足りないあれがないあの人のようでないって狂っていたんじゃないかって思いましたバベルの塔のようにハードルを上げるのはやめた方がいいよ危ないよ人間の原点を 4番目の原点は17節、ご一緒に読みましょう。はい、しかし、善悪の知識は、「ごめんなさい。もう一つ、18節も読みましょう。18説。はいはい

一人で笑って一人で泣いて何か楽しいでしょうか誰かと一緒に悲しむから人生ですこの創世記の時すでに鳥もいたし動物もいましたしかし神様はそれじゃダメだ 家族が必要だと言って家族をお与えになったんです。だから私たちはどうしてあの奥さんのようでないどうしてあのお父さんのようでないと言ってはいけません。So、we say that. あなたが家族を作ったんですか 神様に与えていただいたんですかこれが原点です。震災は私たちに問いました。見えるものはこのように全て壊れるんだ。会社は潰れました故。故郷は消えました。将来の 計画も壊れました本当に大事なものは何ですかと問わんです。だから合計11名、洗礼を受けました。だって来月あるかどうか分からないと言うんです。今晩寝て明日起きるかどうか分からないと言うんです。 これがまともな考え方です。これが普通の考え方です。誰も平均寿命は保証されていません。神様を信じるなら今決めなさい。今日信じなさい。これがメッセージでした。同時に明日、がなかった。としてあなたにとって一番大事な人に 大切な一言を言いましたかと問われました。私はあなたと結婚して幸せでしたと言いましたか私はあなたに支えられて感謝していると言いましたかあなたの子供で光栄でしたと言いましたか あなたを子供に持って豊かな人生になったと言いましたか you、so、今日の会話で最後だとして後悔しませんか ?If today's conversation you have the last conversation, wouldn't you regret? 誰のお説教もいりませんでした。家族の関係が変わりました。 それではこれら4つの原点は今成立しているでしょうか自然が素晴らしいですけれども自然はバランスを失いつつあります。仕事も使命も素晴らしいですがひどい 上司がいたりもします bad,、uh, 自由を吐き,き違えて人を傷つけたり迷惑をかけたりする光景も見ます。家族は素晴らしいのですが家族の中で殺人だってありえます。 だから聖書はこれらは一つのキーワードを持って成立するというんです。これがさっき読んだ17節でした。善悪を知る知識の木だけはだめです。善悪は神様の領域です。 あなたが神様ではありません。何が良くて何が悪いかはあなたが決めるのではない。So、あんなひどいことをされたから殺してやるって、いや、それは許されていません。So、things, あの人は人の奥さんだけど好きになったから自分のものにする。いや、 それは人の道ではありません。神を神と認めて、そして初めて人間です。だから、道をそれた人間を救うために、やがてイエス・キリストが必要でした。震災は、 日本人の忍耐深さが美しく報道されました。治安も乱れませんでした。だけど人間は罪人だから、醜いこともありました。 避難所でのいじめもありました。Many, uh, the, uh, 原子力発電所で勤めている人を殴ったりということもありました。Uh, new, uh, got, uh, 震災はたくさんの愛の物語も見ますが、 人間の醜い面も浮き彫りにします。私たちは思いました、暗闇を照らす本当の光が必要だって。イエス・キリストを感じ始めました。皆さん、溺れている人、溺れている人は、 助けることはできません自分が溺れているからです。人間は人間を救えません。人間はみんな罪人だからです。だから神にしかできないことが起こりました。 神が人となってこの世界に来られた。God has become a man and came to this world.He was died on the cross and forgave our sins.We are all lonely.The more lonely,、uh, loneliness we felt, the more closeness we felt that Jesus is.、Uh, Being with us. 聖書によれば、そのイエス・キリストは悲しみの人で病を知っていたとあります。According to the Bible,、uh, it says that Jesus knows、uh, sorrow and knows our burdens. Jesus came to us to comfort us for those who are crying. So it's getting、uh, the time, so I'd like to、uh, share with you the last story. 私たちの教会で体のご不自由なお年を召したご婦人がいました家が壊れて亡くなったと思っていました。Uh, she した o の e c は、uh, l た他の家が壊れても古い家は壊れませんでした。Uh, many new

4回ぐらいですが、エレベーターがなくて階段しかなかったんです。しょうが、ないから階段を上って降りる練習を始めたら足と腰が強くなりました。動けない。 ふるさとの自覚に3回も帰ったんです。She ふるさとの北,の北の北海道までも旅行したと聞きました。Ido, northern of Japan. そして、東京で亡くなりました。 しかし、震災の後の1年間で、彼女は10年分生きたと思います。震災前は体も動かず、一人住まいでした。大地が揺れ、故郷を追われました。 しかし天使の翼のように、ある夫婦が彼女を背負ってずっと旅をしました。Like angels, and, uh, やがて彼女は祝福され、あちらこちら旅行行くようになりました。On, そして人生を全うして、 イエス・キリストのもとに召されたと思います。表面だけ見ると悲しい物語です。しかし、よく彼女の人生を見つめると、神様の愛がにじみ出ています。震災は悲しい物語ですが、よくよく見ると、神様の温かいぬくもりが あちらこちららこにあふれているんですイエス・キリストはいつまでもご一緒です。お祈りいたします。恵み深い天皇とお父様感謝します。私たちはよくたきますが。が 神様が寄り添ってくださいます。Cry, that God, that 喜びも悲しみも受け止めます。The, uh, なんて素晴らしい人生でしょう。Right、なんて素晴らしい人々をあなたは使わせてくださるでしょう。何て素晴らしい人々をあなたは使わせてくださるでしょう。 家族を感謝します。うるわしい自然を感謝します。そして、神様が期待してくださることも感謝します。Thank you that you have expected us many things. 自由をくださって感謝します。Thank you for giving us the freedom. だけど私たちにはあなたが必要です。yet we really need you. を照らす光が必要です。 イエス・キリストは光として救い主として来られました。感謝します。お祈りの途中でお聞きしますが、本当にそうだな。私はこれから家族を大事にしていきますから。 私の家族を祝してくださいという思いの方どうぞ手を挙げてお示しくださいどうぞお示してください神様くじけないで使命を全うしますから力をくださいという気持ちの方お示しください力を与えてくださいそ,それから

私の罪をお許しください。心の中にお迎えします。そんな気持ちの方もお示しください。お、ひとまた、私は、バッテスも受けないんですが、いつもしか、受けさせてください。という気持ちのこもお示しください。また、私は、バプティスも受けてないんですが、いつの日か受けさせてください。と、いう気持ちの方もお示しください。お、ひ私は、バッティスも受けないんですが、いつも受けないんですが、 はい、感謝します。それでは、私が一言ずつ祈ります。<me> 今手を挙げた方、同じ言葉で、英語でも日本語でもお祈りしましょう。<If you S 2> 神様、<your> hand, 感謝します。Like、much, 私はあなたを信じます。I believe in you. 私の心を照らしてください。心の中にイエス様をお迎えします。I accept Jesus into my heart. 私の道を祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン